君の部屋は202号室ね。すみません、間違えました。いるじゃないですか。ああ、この子はあれ、10年くらい前にこの部屋で殺された女の子の霊よ。とりあえず座ったら、さてと、15が私を自爆霊として認識してくれたところで、早速バトルを開始したいと思います。15が勝ったら同性ごっこの恋人役をしてあげてもいいよ。のっかー、私の番ね。やめ、決まった。ほら、ギブしないと肩外しちゃうよ。外れないよ、早く降参しちゃいなよ。こうなったらおっぱいの感触の代償が左腕一本。この山15、自爆霊ごときに引かぬ、こびぬ、帰りめい。もその前の夜も気づいてもらえなかったけど、起きてる今なら、なんだ、私が見えてるわけ。当たり前だろうが、一体どこから入ってきたんだ。早く自分の家に帰れ。お前、ははん、その反応を待ってたのよ。何者だ。私はサナエ、東本願サナエ、ここに住み着いてる幽霊よ。ここは私の家よ、だからあんたには出て行ってもらうわ。勝手なことを言うな。うるさい。なら同室でいいんじゃないかって言ってくださって、寮長として認めるわけにいきません。学園長に掛け合って。もともとここは3人部屋、いろいろあってわしもこの部屋に変えてもらったのじゃ。いろいろって何？いろいろじゃ。ハルネ、私もここで暮らします。お前、誰だ？私は、愛と勇気のプリンセス、魔法少女レインボーユリカ。この街の平和は、私が守ります。実は、この部屋に危機が迫っているのです。危機？ここから逃げてください、今すぐに。私が魔法少女だって。いや、悪いが、それはちょっと。なんだよ。誰だ。初めてお目にかかる。我が名はクラのキリハ。立ち退いてくれるなら相応の礼はする。ここか。お、誰かいるのか。こんな格好ですまないな。私はシノノの放棄。イチカ。おう。なぜお前がここにいる。いや、俺もこの部屋なんだけど。はっ、はっ、はっ、はっ。なになに。あ、オリベラ君だ。ホーキさん、入れてください、すぐに。入れ。おう。女子のトイレに入りたいなど変態趣味以外の何だという。えい、ここで成敗してくれる。されてたまるか。ブラジャーつけ。
めてお目にかかる。我が名はクラノキリハ。立ち退いてくれるなら相応の礼はする。また何か来るんじゃないだろうな。ただの事故だ。そんなあるかないかもわからないようなぺったんこな板状の胸わざわざ触るか。ぺったんこ板状。緊急警報。上空50メートルに超高エネルギー反応だ。ほまずい、みんな消し飛ぶぞ。なに、私死にたくない。お前もう死んでるだろう。青騎士、発射体制に入れ。ティアミリス殿下、この星を丸ごと滅ぼすなんて銀河条約の交戦規定に違反します。さとみさん、これは何の騒ぎですか。あー、うっせーな。神崎、ファリアでいいわよ。おい神崎、ちょっと待て。ケンジ、あんた私の奴隷になりなさい。コーヒー、エスプレッソ、ルンゴ、トッピオ、砂糖はカンナ、1分以内。は？風呂？ありえん。なんだよお前、そんな格好で。着替えないで来ちゃったんだけど。わかったわかった、わかりましたから、お引き取りください、白雪さん。金ちゃん、私に何か隠してることない？なしことなんてありえじゃない、ありえねえから。じゃあ私帰るね。今のうちに拳銃と刀を取り上げておかないと。死ね。さとみさん、これは何の騒ぎ。いやがめちゃくちゃじゃないの。あの親は一体何者じゃ。幽霊のあたしまで痛がたれず。男なら覚悟を決めて行ってこい。男だから行けないんだろうが。やかましい、もう消灯時間だ。なんて言って入ればいいんだ。こんばんは、失礼します。グッドアフタヌーン。堂々と入ればいいんだよな。よし。ここの絵だけど。そっか、きっと誰かの部屋に。よし。いやワイシャツはパジャマじゃないから。トール、どうしました。なんでもない。トール、あなたのことがとても気になります。それ？やあ、私に教えてください。します。じゃあここで寝ちゃダメだって。ちゃんとベッドで寝ないと風邪ひくから。すっかり遅くなったな。気づいた？ハヤト。あ、エミール。って、大体なんで俺の部屋にお前がいるんだよ。ハヤトと僕、ルームメイトなんだよ。え？待ってくれ。君の言いたいことはわかる。僕も見てしまったものを見ていないなんて言い訳はしない。だからお相手ってことにしよう。血の裸をいやらしい目で見たくせに、舐めるように殴るようにじーっと見てたくせに。あんまりにもステラさんが綺麗だから見とれちゃったんだ。